はい、おはようございます。知ったかぶりチャンネルです。知ったかぶりチャンネル押し寄せてますね。水位が高い、水位が高くて一番いいとこまで入水できないっていうのがちょっと今回良くないですね。ちょっと浅すぎるんですよ、ここから投げると。ここから投げるとめちゃくちゃ浅いんですよ。ヒラメはね、意外といるんでね、そこスープってシュワ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 ずっとこうシュワシュワしてるのが押し寄せてるじゃないですか。スープって言うんですけど、サーフィンではサーフィンではスープって言うんですけども、スープがあるんですけども、スープの中にはヒラメはいることはいるんですけど、シリバスはちょっとさすがに浅すぎるかなって感じです。足首ぐらいのスープに全然ヒラメとかいるんですけど、いやー茨城みたいだね。茨城のサーフみたいな先週と全然違うよ。水位が30センチ50センチ、ね、高いですね。今日は水位っていうのかな、うねりっていうのかな、うねりが高い、うねりが高いからもう波がねここまでですね。ここまで先週は本当波なんかここまでしか来なかったんですけどね。だからもう20メートルぐらい波足が長いです。今週は奥まで入れないですよ。レーダーで奥まで入れない。だからね、そこめちゃめちゃ浅いんですよ、本当。ここと同じぐらいです。ヒラメはワンちゃんこのスープの中にいるんですけど、つがなくて、あ、横に流れていいですね。潮の流れはめちゃめちゃあるんだけど、横に流れてめちゃめちゃいいんだけど、あんまり粘る価値はないような気がするな。ちょっと膝ぐらいしかないと今だけど、こうなっちゃうともう膝ぐらいしかない。でまたこうやって波が押し寄せて自分のところがすねぐらいまでになるんですけど、そうすると本来その辺から投げたいんですけど、多分乳首ぐらいまで来ちゃう。水位がね、乳首ぐらいまで来ちゃう。ライフジャケット着てるんで浮いちゃうんですよ。乳首ぐらいまで水位が上がってくると踏ん張れなくなっちゃうんですよね。だから俺サーフってライフジャケット締める方がいいんじゃないかなって思うんですよね。浮いてきちゃってさ、足元取られちゃって踏ん張れなくなるんで、そんな、まあ、そもそも乳首まで浸かるところに行かないですからね。さあ、ライフジャケット着てる以上、ライフジャケット着てる以上、そんな乳首まで浸かるようなこと言っちゃったら浮き上がっちゃうんで、まあ、じゃあ万が一のことを考えてっていう意味で、まあ、ライフジャケットが着た方がいいよっていうふうに思うんですけど、そもそもそんな乳首浸かるところまで行かないじゃないですか。やっぱり踏ん張れた方がいい、まあ、万が一首元までね、浸かるぐらいの水位が押し寄せてもライフジャケット着てなかったら多少踏ん張れるんですって。地面を蹴って、あ、戻らなきゃって戻れるんですけど、ライフジャケット着てると浮き上がっちゃって流されちゃうんですよ。サーフはライフジャケット着られそうなんで、まあ、僕はなんで着てるのかって言ったら、ポケット代わりに収納の意味でライフジャケット今着てるんで、で、まあ、ライフジャケット着てようが着てまいがそんな腰まで浸かるようなこといかないんで、そもそもね、まあ、感じなんですけど、まあ、見た目的にはね安心ですね。皆さん、あ、ライフジャケット着てるなーってみんな見てる人は安心だと思う。倫理的には丸なのかもしれないですけど、でも現実問題やっぱりライフジャケット着てると波にさらわれちゃいますからね。やっぱり僕はライフジャケット着ないで、そもそもそんな深いとこ行かないっていうのが大前提だし、ライフジャケットしてない方が踏ん張れる、地面を蹴れるんで、なんかだから僕はライフジャケット必要ないんじゃないかなと思います。そもそもそんな危険なとこ行くなって僕は思ってます、はい、せいぜい膝、股下ぐらいまでの水深のとこまでしか歩いて行かないので、ライフジャケットいらないんですよね。そういう考えで上げ下げが、あ、これなら、あ、届くね、結構シーバスのポイントまで、あ、シーバスのポイントまで届いてますね。あそこならいるだろう。あ、いいね、距離的にはめっちゃいいとこまで来た。第一ブレイク、ちょうどもうちょっと飛んでほしいけどね。第一ブレイク、あれが第一ブレイクで、濡れてる時は本当膝下のところでもちっちゃいシーバスはいるんですけど、さすがにランカーは膝下のスープの中にはいないのかな。マジか、来たよ。ルアー帰って一発目で来たよ。あ、でかい。よし、バレんなよ。いらっしゃいませ。結構手前だった。すげえ引くわ。
すげえ引くわ。取れてるか今チェックしちゃった。すげえ引くわ。バレんなよ。フック3つついてんだからバレんなよマジで。よっしゃ来たよ。ああ抜けない、こっからこっから抜けない。めっちゃ重てー。魚っていうより波があって持ってこれない。え、なんかエイ、うーっそマジでヒラメかエイだ。シバスじゃない、ヒラメかエイです。これはもう分かんない。あ、なんかスズキじゃない、とりあえず。あ、スズキかな、わかんねえ。あ、わかんねえ、表、バレそうだよ。でかすぎて、もう引けない。あ、スズキだ。頑張って。そこから、いやそんなでかくねえけど取ったわ。鈴木だわ。そんなでかくねえけど取ったわ。どうだ、いただきだ。どうだ、出ただろう。シーバスの釣り方、シーバスの釣り方はこうです。よし、これね、シーバスでかすぎてさ、顎で持ってくとすぐ死んじゃうんよ。だからネットで持ってきます。ネットですぐ死んじゃうんですよ、顎で持っていくと。よいしょ、疲れたな。フックが曲がってて気づかないでそのまま投げちゃいました。気をつけましょう。もう興奮しちゃってダメ、興奮しちゃって。シーバス君は生きてますか？あ、生きてないですね。まあ、ダメですね。まあ、一応生きてるけど元気はないですね。ちょうどいいサイズですね。70センチぐらいの、なんか噛まれてますね。70センチぐらいですかね。ごめんね、締めさせてもらおう。これね、洗うのめんどくさいからさ、普段使わないんだよね、これ。もう見た目で記録更新してないんで、ね、洗うのめんどくさいからこれ使いたくないんですけど、まあ、一応動画のためにちょっとやります。僕の最高記録は80センチなんで、80センチ超えてたきゃね、こんなの使う必要ないんですよね。70センチぐらいだと思うんですけど、この間のがでけえじゃないか。この間よりちっちゃいじゃないか。74センチですね。74センチでした。Let's go.